実験大好きエメネウです。今回はね、アマチュア無線機修理シリーズということで、よくありますパターン、叩けば治る無線機、この修理方法についてね、簡単にご紹介できればと思います。数ある修理方法の中でもね、叩けば治る無線機っていうのはアマチュア無線機でもね、まだ手に負える方の種類じゃないかなと思います。多分修理部品もね、あまり使わない傾向ですので、ぜひともこの無線機、機会があれば挑戦、トライしていただければと思っております。叩けば治る無線機、これのね、故障している事例、まあいろんな事例が実際ね、インターネット上にも流れていると思うんですけど、私なりにね、収集した写真がありますので、ちょっと写真になりますけどお見せしようかなと思います。で、大体叩けば治るパターンで一番多いっていうのが、やっぱり昔からありますプリント基板のハンダ割れ、これが一番多いんじゃないかなと思います。で、ハンダ割れでも多いところっていうのが、大抵の場合ですと部品に負担がかかるところ、例えばなんですけど、コネクタ、プリント基板上に実装されているコネクタの裏面で、あと放熱板のついているようなトランジスタ自身の足のあたりが、よくハンダが割れたりすることが多いと思います。で、同じような事例なんですけどね、例えばクリスタルフィルターのように重たい部品、やっぱり振動を受けると足にも負担がかかるっていうんですか、それとあと他の半導体よりも足のピンが太いところっていうんですか、これも実際のところね、やはりプリント基板自身も、最近のやつはね、非常に質の高いプリント基板で、ハンダの方もね、管理が厳しくなっているんですけど、やっぱり30年前ぐらいの無線機になりますと、プリント基板自身もね、品質があまり良くないっていうんですか、ハンダも当然品質もあまり良くなかったので、結構ね、反り返ったりして部品に負担がかかって、最終的にハンダが割れたっていう事例が多いんじゃないかなと思います。まあ、こういう事例はね、結構多くて、あとイレギュラーな事例っていうのもありまして、例えばなんですけど、皆さんよくあるパワーモジュール、もう本当ね、このパワーモジュールっていうのはブラックボックスで、普通の方です、動かなくなったり調子が悪い、パワーが出ないとなりますと、ポンと交換するような部品なんですけど、これも今となりましたね、かなり入手困難、もう新品はほぼ手に入らないと思います。ほとんどないんですけどね、ほとんどやっぱり私も以前修理専門の方から交換したパワーモジュール何十個もいただいて、どこが故障してるのかなっていうのを一通り調べたことがあるんですけど、過去に2例だけあったんですけど、このような形でね、パワーモジュール割りますとハンダが割れていたと。まあ、この時の事例もだいたい叩くと治るっていう事例で、だから普通の故障とは違うな、半導体の劣化にしてはおかしいなっていうことで気づいたんですけどね、稀にこういうのもあります。で、あと稀な事例として、プリント基板本体にサブ的に載ってるこういう基板っていうんですか、機能が実装された基板もチップ部品の根元が割れてる、今だとあんまり割れない時に聞くんですけどね、この当時はまだまだやっぱりハンダの実装技術含めても未熟だったので、多分部品に負担がかかってたんじゃないかなと思うんですけど、こういうサブ基板もね、割れてる事例っていうのもあります。この辺はね、実際探し方っていうのも、こちらの方でご説明させていただこうかなと思うんですけど、ほとんどの場合ですとね、できるだけ故障するまで待った方がいいと思います。プロの世界ですとね、木槌で少し叩いたとか、そういう専用の振動を与える台に乗せて動作を確認するというお話聞いたことあるんですけど、アマチュアはね、そこまで、木槌で叩くのもすみません、傷がいったり、叩き加減というのが重要になりますので、だいたい皆さんね、メインの無線機じゃもうないと思います。サブの無線機の調子が悪いっていうのを今回のね、お話の前提になっていると思いますので、安定して故障が発生するぐらいまで待った方がいいと思います。やっぱりね、経年劣化していきますと、以前だと時々だったのが頻繁になってきた時が一番の狙い目だと思いますので、頻繁になった時に、故障箇所特定する作業に入った方がいいと思います。やっぱりね、なぜこういうことがいいかと言いますと、だいたい故障修理、アマチュアの場合ですと何回も何回も直らないからっていうのでやっていきますと、ますます故障箇所が間違いなく増えてきます。やはりね、アマチュア無線機っていうのは立体でこうプリント基板とか実装されてますので、プリント基板の裏面に行こうと思いますと、どうしてもこのような形、ハーネスを外したり、ハーネスに負担をかけたりで、あちこちをネジを外していきますので、プリント基板にも負担がかかります。正直言ってね、プリント基板割れてなかったり正常だったハーネスとかも、こういう作業の間に調子が悪くなってきて、ますます手に負えなくなるっていう事例も、お恥ずかしながら私もありますので、できればね、
じっと待つのも一つの手だと思います。で、待って安定して故障が発生してきた時点で修理にかかるのも一つのポイントだと思いますのでね、ここも考えていただけるポイントじゃないかなと思います。で、なおかつ故障の探し方ですけど、ほとんどの場合ですとね、このような形で絶縁されたような棒を局部押していく、全体だけでいれば当然治ると思うんですけど、局部で押していくとピコッと治る点があると思います。で、しばらくするとまた故障が再発するんで、またピコッと押してね、で、この辺が確実におかしいぞと分かった時にハーネスを外したりして、プリント基板を後ろにひっくり返しして、で、この辺がね、立体顕微鏡っていうんですか、これ持ってるとよく見えるんだよっていうのをね、言われはするんで、お持ちの方はね、プロの方はお持ちって聞くんですけど、アマチュアの方はなかなか持てない、あったとしても邪魔になると思いますので、まあ先ほどこの辺が故障しているっていうところを、まあ、ルーペか何かで見ながらして、少し部品を指で動かしながらこうルーペで見ると、光沢の度合いがハンダが割れてると変わりますので、で、できるだけね、場所を特定してからハンダごてでもう一遍加熱すればほぼ修理完了になります。まあ逆にね、場所がほとんどわからないっていう場合は、まあ昔ですとね、こう全部ハンダをもう一遍やり直す、で、設備がある方ですとね、まあ、そんなのめんどくさいからハンダ層に流してもう一遍全部加熱すればいいんやっていう話結構あると思うんですけど、これもね、あんまりしすぎますと、やっぱりプロの方はね、熱管理が徹底してるんですけど、アマチュアはあんまりしますとね、もうとんでもないことになるので、プリント基板全面のハンダっていうのも、まあ、極力しない方が安全なことも多いと思います。このようなハンダっていうのはね、プリント基板も質が悪いので、やるとびっくりするぐらいね、ガスが出てきたりして、ますますくしゃくしゃになるんでね、まあ実際ね、このインターネット上で見ますとね、こういうやり方ですと、最近ですと PS2 とか3、こういうゲーム機も結構故障するからっていうので、プリント基板を外してね、オーブンで炙るっていう方法がね、よく出てるとは思うんですけど、アマチュア無線機はね、この手そこ使えないやつが多いというんですか、昔の無線機は高熱に耐えられませんので、できればね、こういう形で故障箇所を特定するまで待つ、で、待ってからゆっくりと再現チェックをしながら、ここやと分かった時にプリント基板をひっくり返しして、できれば目視でもう一遍確認して、ハンダの湧いているところをもう一遍ハンダごてで持ってあげると、これでね、結構簡単になるんじゃないかなと思います。で、もう一つこれでね、気をつけないといけないのが、ハンダで割れない事例っていうのも結構あります。で、アマチュア無線機特有なんですけど、特にね、PLL と言われる、要はエッチェグの無線機とかですと、こうダイヤル回しますと、送受信が当然正常にできているようですと、周波数が変わっていくと思うんですけど、途端に要はPLL、まあこれが振動によるものか、で、時々なんですけど、ある以上の周波数になると、要は正常に受信できなくなる、送信できなくなるっていうのが、よくあるのが PLL のロックが外れてしまった場合、結果的にはね、このほとんどの原因というのが VCO と言われている発信回路、ここに実装されております可変容量コンデンサ、これがね、もう劣化してくると接触不良とか容量が不安定になったりして、要は VCO の発信周波数が狂ってしまってロックがかからないという現象もね、結構よく起こります。で、これにつきましてはね、その当時作られてた無線機、ほとんどね、多発してる故障のようですので、インターネットで無線機の型番、故障、PLN のロックみたいなね、キーワードでやりますと、先人の OM の方々がね、結構は情報提供されてる事例多いと思いますので、これにつきましてはね、勝手に触る前によりは、まずはね、やっぱり無線機、型番で検索して、先人の方々のね、修理履歴っていうのを見ればね、VCOPLL のロックの外れが多いものっていうのはね、簡単に特定できるんじゃないかなと思います。でね、ここでもね、大体の OM 各局も書かれてるとは思うんですけど、この可変容量コンデンサー、これの故障につきましては、正直言いまして、もう部品を交換するのが確実です。端的にはね、再調整すれば直りはするんですけど、実際再調整しましてもね、なかなかすぐに再発します。もうほとんど 100% 再発するんでね、めんどくさいようですけどね、このエッチェフの無線機ですと VCO っていうのが4つ5つ実装されていると思いますので、ここの可変容量コンデンサーをね、実際にもう交換する、めんどくさいんですけどね、この作業を実施していただいた方がいいと思います。
越着の無線機はね、比較的あのスペースもあるのでやりやすい部類だと思うんですけどね、VU のモービル機とか、まあ、固定機でも合うんですけど、やっぱりシールドをしっかりさせたいということで、シールドのケースが結構しっかりとね固定されてたり、蓋がはんだされてたりで、なおかつこの VCU の回路自身がプリント基板とまた別のユニットとして表面に載せられているようなやつですとね、こちらにもちょっと挙げとるんですけど、外すのにものすごく苦労します。もう一歩間違えますとね、プリント基板のスルフォール切っちゃいそうな勢いなんですけどね。まあ、本当にいいものをね、道具をお持ちでしたらなんとかなるとは思うんですけど、まあ、私の場合でも 100W のハンダゴという 2,3 本他の人にも手伝ってもらいながら外したという事例もありますので、プリント基板から外して、でそこからケースの蓋もね、ハンダを外してという作業がありますので、場合によってはね、修理しない方が気が楽かなというのもあるので、この辺もね、できれば先人の方々が結構難易度も記載されていると思いますので、先人の方のね、情報も合わせながら、叩いて治る無線機って言ったら、まあ、大方2パターンっていうんですか、ハンダが渡ってるパターンと、特にこの VCO が一番影響が出ることが多いんですけど、VCO の可変容量コンデンサーの容量が変わってしまって、正常に受信できない。時々一定以上のダイヤル回すと周波数が動かんようになって、叩くと治るみたいなね、同じ現象を叩けば治るんですけど、実際に違う現象というのがね、この VCO 周りはありますので、できるだけね、注意していただければと思っています。比較的この叩けば治るパターンというのは修理が簡単ですけど、ある意味ね、車のエンジンオイルの交換に似たような要素があると思います。車のエンジンオイルもね、工賃高い安いはあると思うんですけど、いろんなヤババがあるんですよね。下のドレンボルトを外すときに間違って回すとネジ切って10万単位の故障になることもありますし、よくあるのがね、上からエンジンオイル入れるときでも私もあるんですけど、エンジンオイルの先のその上後のノズルが外れてえらいことになったり、まあ、エンジンルームにねオイルをばらまいたりという事例とか、あとは下をねネジを締めたときにもパッキングとの間の掃除をちゃんとしなくてエンジンのオイルがにじみてたっていうのもあるような形でね、実際ね、ハンダ割れの修理っていうのは非常にな修理やっていく上でも基本は基本なんですけど、注意点が多々ありますので、特に先ほど一番最初にご説明させていただいたところになるんですけど、何回もねプリント基板開けたり閉めたり、プリント基板上のハーネスを外したりつけたりしますと、必ず修理箇所が増えてきます。なんでこんなとこが壊れてなかったのに壊れたやってことになるのでね、やっぱり故障するタイミングの見極めと修理のタイミング、どこまで我慢して使うのかで、どっから向こうになったらこれは修理できるんやみたいな形でね、その見極めが結構重要になると思いますので、まあ OM の中でね、そういう無線機をお持ちの方がおられるようでしたらね、ぜひともね挑戦する価値が比較的ある部類じゃないかなと思います。実際ね、再現性が低いような場合ですとね、本当にそういう修理屋さんに送っても再現しませんでした。まあ、当然ね、修理屋さんも分かってるんで、1週間とか、場合によったらね、1ヶ月預かってチェックしますよ、みたいな形でしていただく方もおられるようなんですけど、運の悪いことに、運送中のショックで、再現性が落ちる可能性もあるので、ある程度ね、ハンダの技量がある。で、解度図も簡単に読めるぐらいの技量がある方でしたらね、ぜひとも挑戦してみる価値のある部類、次回以降に部品劣化の事例とか、故障もね、いろんな故障がありますので、またその辺もね、機械を見ながら、こと細かに、ちょっといつやるかわかんないんですけどね、またその辺ご紹介できればと思っております。お空でお会いする日、楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。